今月は国が定める認知症月間です。認知症になった本人が啓発活動をする希望大使に6人が任命されました。新任の3人を含む合わせて6人に県から委嘱状が手渡されました。希望大使とは、認知症になった本人が症状への理解を広めるための啓発活動をするもので、県では2020年から2年に一度数人を任命しています。6人は佐藤知事に抱負を語りました。部屋にいるんじゃなくて、ちょっと踏み出す勇気を我々がなんかビビってる力ですけど、なんか与えて背中を押してあげればいいかなと思ってますので、これから頑張っていこうと思ってます。自分が認知症になっても元気でいることを伝えれば、周りの方も多分元気になると思うので、怖くないとか嫌じゃないんだよということをいろんな方に伝えていきたいというふうに思っています。任期は2年で、症状に関する講演会や患者やその家族を直接訪問して相談に乗るなど、自身の認知症と向き合いながらさまざまな活動をしていくということです。